では言語処理学会第23回年次大会の報告会と題しまして、自然言語処理研究室の小川洋次郎が発表させていただきます。僕が興味を持った発表はこちらの3件でした。で、まあ一つずつ説明すると、まず学術論文の小構造に基づくニューラル自動要約モデルっていう発表に、まあ、興味を持って、その内容は、まあ、学術論文っていうものを対象に、まあ、要約文を、まあ、エンコーダーデコーダーモデルを用いて、まあ、リカレントニューラルネットを使って、まあ、要約を生成するっていうような内容でした。で、まあ、単純そのリカレントニューラルネットワークに単純にその文ごとに投下していくんじゃなくて、こう章ごとに、まあ、セクションごとにまとめて、モデルに投下していくことで、まあ、文章の読み込み精度が、まあ、上がるんじゃないかっていうような研究をしていました。で、実際にはこれ精度は上がらなくて、その考察というか課題の方で、まあ、要約文と、セクションの関係性を、まあ、考慮してあげることで、まあ、精度が上がるんじゃないかっていうふうな課題を挙げられていました。で、その、まあ、ポスター発表だったんですけど、まあ、質問者さんの方で、要約文を作るときに、例えばその質問者さんがこう最初の実験方法とか実験結果とかはこうあんまり見てなくて、大事なのはそのまとめとか考察の部分を、まあ、重視した要約文が欲しいんだっていうふうに話してらっしゃって、で、そういう人のニーズにこの対応する方法としては、そのセクションごとにその重要度っていうのを、まあ、付与してあげることで、まあ、その質問者さんのニーズに応えられるような要約文っていうのを作ることができるんじゃないかなっていうふうに思って、で、まあ、言いたいのは、まあ、こういうリカレントニューラルネットワークでもこういろんな使い方ができるんじゃないかなっていうふうに感じた発表でした。で、次に転移学習を用いた対話応答のスタイル制御っていう発表に、まあ、興味を持って、でこの内容は、まあ、対話応答の、まあ、応答文に、まあ、特定のスタイル思った対話応答を生成するっていう研究でした。で、特定のスタイルっていうのは、まあ、話し言葉に統一したりとか、まあ、そういう感じですね。で、まあ、従来の対話応答の取り組みでは、まあ、シークエンスを用いて大規模対話コーパスによって、まあ、生成してたんですけど、その生成したその大規模対話コーパスを使って応答生成モデルを作った後に、さらにそのスタイルコーパスっていうのを用いて応答生成モデルを、まあ、再び構築するっていうような方法で、その応答文にスタイルを付与するっていう取り組みをしてました。で、実際にその、スタイルを付与した結果を発表されてて、で使ったスタイルコーパスがなんかおじゃる丸コーパスっていうものを使ってて、あのアニメのおじゃる丸のセリフをこうコーパスとして使ってそれをモデルに適用させてあげることで、応答文がおじゃる丸口調になるっていうふうな
結果が出てて、すごい、あ、そのなんだろう、取り組み自体面白いなっていうふうに感じたのと、あとその音を生成モデルでもこういうふうに2段階で学習させることでまた違ったものができるっていうふうな、そのこうなんかこういう使い方もあるのかっていうふうな発見があった内容でした。次に数値要素マップからの天気予報コメントの自動作成の発表に、まあ、興味を持って、これは気象予想予測データから、まあ、天気予報コメントを自動生成するっていう、内容で、で、まあ、いろんな方法を試されていたんですが、まあ、中でも多層パーセプト論を用いた、まあ、特徴抽出ベクトルの抽出する方法が、まあ、一番有効であるっていうふうな結論でした。で、そう、天気予測から天気予報コメントを生成したんですが、そう、なんだろう、結構自然な文章ができていて、でさらにその予測情報をこう的確に捉えてコメントが生成できてるなっていうふうに感じました。で、そう、なんか具体的な方法が詳しいところまでは理解できなかったんですけど、そう、あ、ここまでその応用が効くんだっていうふうに感じました。なんだろう、あの、その、まあ、応用の分野の発表はいろいろあったんですけど、実際にこう日常で使われるそうな応用の話っていうのはやっぱりの中で一番印象的なもので、まあ、こういう応用分野の発表すごく面白かったし、もっといっぱい聞ければいいなっていうふうに思いました。で、まあ、本会議以外の、まあ、チュートリアルとワークショップで興味を持った内容が、まあ、こちらの2つの発表で、で、まずチュートリアルのゼロから始めるニューラルネット機械翻訳では、まあ、統計翻訳から、まあ、最近のニューラル機械翻訳までをこうまとめて説明してくれました。で、中でもアテンションっていう、そのニューラルネットのそのエンコーダーとデコーダーの間にアテンションっていうものを考えてそのデコーダーに割り当てる次に、まあ、どこに割り当てるかっていうのをこのアテンションが割り当ててくれるような役割を持つものを、まあ、説明されてて、それ僕知らなかったし、その他の発表の中でもこのアテンションを使った発表っていうのが結構見られたので、すごいその発表を聞く前のチュートリアルで、まあ、この話の説明を聞けてよかったなっていうふうに思いました。あと、その、まあ、最近のニューラル機械翻訳で、まあ、例として Google の翻訳を挙げてらっしゃったんですけど、その今のニューラルネット翻訳の課題をこうまとめてくださって、まあ、すごい仕組み、ニューラルネット機械翻訳は仕組みが簡単で、まあ、精度もいいっていうふうに捉えてたんですけど、まあ、その中でも課題がいくつかあるよっていうのが分かりました。で、まあ、ワークショップの最後の診断書作成支援のための購読支援文庫法の提示法の検討ということで、まあ、松本さんの発表に、まあ、興味を持って、で、まあ、興味を持ったのがその質問の時のことで、そうなんだろうまあ、医療分野の研究をされてたんですけどその医療分野で診断書作成支援は、まあ、とても需要があるんだなっていうふうに
感じて、それは実際にその医療に携わった人しかわからないと思うんですけど、まあ、そういう現場の人の声っていうのを聞くことで、その研究のまあモチベーションが上がったり、まあ、さらに良くしようっていうモチベーションが上がるな、上がると思うし、そう言語処理と医療分野がすごいつながってるなっていうふうに感じた発表でした。で、まあ、医療分野だけじゃなくて他の分野にもきっと活かせることがあると思うので、まあ、ぜひ何だろう、現場で活かせるような研究を自分もしてみたいなっていうふうに感じました。で、発表以外で印象に残ったことは、まず1日目のフットサルで、まあ、フットサル自体すごい楽しくて、まあ、ちょっと肉体的には厳しかったんですけどその、まあ、一緒に体を動かしてる雰囲気の中で、まあ、いろんな他の大学院生とか企業さんの方もいて、すごい話しやすくて話しやすかったですね。そのフットサルで、まあ、その後のヤンズとか今月会の方でも話すことができたんで、ぜひ来年も参加したいなって思います。で、次に優しい日本語対話コーパスの、まあ、反響っていうか、その朝日新聞さんがすごいこの優しい日本語のことをに興味を持ってくれてて、その朝日新聞社でも、まあ、こういう取り組みをやりたいけどまだやってないっていうふうな状況で、すごい興味を持ってくれたのが、なんだろう、まあ、意外だったっていうか、こう実際に企業さんと、まあ、こういう話でつながれたのは良かったかなって思います。で、まあ、3つ目に企業さんの方と、まあ、直接会って話せたっていうことでやっぱ、まあ、長岡にいるうちは実際に企業さんと会うことはないので、まあ、こういう機会を利用して、まあ、その企業さんの展示とかに行ってもすごい向こうの方丁寧に説明してくれたりしたので、まあ、こういう機会をもっと活かせればいいなっていうふうに思いました。はい、以上で終わります。